カズレスキル機のみマスタースキルのみ食べたら死ぬを無限に食べられるようになった件について、星2。ワンピースの悪魔の実のシステムをインスパイアしたナロー系作品。その世界では悪魔の実が作成されており、その悪魔の実を食べると一人一つだけ、スキルガチャによって能力を手に入れることができるという設定。そこで木の実マスターなるクッソその異世界にマッチした能力を手に入れた、前半不遇のオスが主人公。テンプレとして自分のことが好きなハーレム候補のハーレム1が牽制というクソレアスキルを獲得したことで離れ離れになる。そこから悪魔の実を育てる農家をしていた主人公はハーレム2の粋な計らいによって悪魔の実を偶然食べてしまい、そこで木の実マスターなる能力の本当の能力が判明。その世界の悪魔の実もワンピースの設定よろしく、一人一つまでで、それ以上食べると猛毒によってガメをベラするという設定なのだが、主人公だけは木の実マスターというクソレアスキルによって、その猛毒を無効化できるのでいくらでもスキルガチャを回すことができるし、いくらでもスキルを増やすことができるという世界で、農家を辞めて冒険者になってハーレムを拡張しつつ落ちてくるクエストを消化する感じの作品。この漫画は意外とジャンプ漫画風というかシナリオが結構ジャンプっぽいシナリオしており、当面の敵は既得権のクズみたいな感じでその既得権が邪魔してくるのを跳ねのけつつ水戸黄門をする感じのシナリオであり、運が良ければアニメ化もありえるかもしれない作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。